はい、戦記物としてすごく面白い回だったと思います。はい、こんにちは、トルです。原告の11話、李代東急を見ましたので、その感想を皆さんと、共有していきたいと思います。はい、まあ、カーマインがね、見せてくれたという、そういう回なんですが、李代東急っていうのは、兵法、兵法の中に、ある戦術のことみたいですね。はい、李っていうのは、桃よりも価値の低い果物みたいで、桃っていうのがまあ価値の高い果物だとして、桃の木を守るために、まあ、李の木を、切り捨てるというね、全部がダメになってしまわないように、そういう部分ですね。今回カーマインがやろうとしていた、まあ、腐った小麦の話とつながるところになってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。じゃあまあちょっとね、見ていきたいなと思うんですけど、まあ、全体的な話としてはですね、ある程度見えていたシンプルな流れでは、ありました。というか、まあ相馬に言わせればこれは計画通りだったので、シンプルな流れで当たり前なんですけど、まあ、まずはですね、まあ、トルマンは側近でしたね。すいません。バルガスを下すというね、そういうところです。まあ、最大戦力で向かったわけなので、バルガスを下してですね、はい、霊族の首をつけました。結果的に空軍が、まあ言ったら、その、金軍側についたので、相馬側についたので、結果的に制空権を奪ってですね、陸軍の方も降伏する流れになりました。で、その際ですね、カーマインがですね、貴族もろともですね、降伏してですね、罰を受けるということで、まあ投降したわけですね。ここがカーマインの目的だったよというところになります。まあ後ほどね、ちょっと触れていこうと思いますが、でそのままで、軍がですね、要するに集まっていったわけですよ。金軍が空軍を吸収して陸軍の方に行って陸軍を吸収して、でそのままそのままは、まあ内戦を収めるんじゃなくてですね、アミドニアの方に宣戦布告するという流れになっていました。ね、これらがまあ、相馬の策略とカーマインのですね、考えていたことがつながった瞬間になると思います。結果的にですね、アミドニアの方はですね、まあ自分たちの、まあ、町を守るために戻ったんだけど、大損害を受けてしまったという流れになってきますので、まさにこう内政者としてのね、内政というか、まあ戦記物に近いのかな、まあそれも内政なんでしょうけど、としてのね、面白さっていうのがしっかり出ていたんじゃないかなというふうに思いました。はい。でもね、そういう中でね、その面白いところがね、かなりその深掘りできる要素がね、かなりあってですね、楽しいんですね、これね、一個一個の、ね、要素として。はい。まずですね、例えばアイーシャとですね、まあ、カストール・バルガスですね。はい。との戦い、まあ、参考のうちの一人やということで相当強くなってるんですけど、ここで、まあ、良かったのは、まあ、個人的にやっぱり良かったのは、その、リーシアがちゃんと、その、刃を立てて戦ったっていうところだと思います。なんか、前王を慕う側近、まあ、三皇に対しての、まあ、相馬に対する反逆だったんだけど、私はこちら側につきますってカーマインの前でね、宣言して髪を切ってってね、したことになってますので、そういう意味では、その、実際今回カーマインと戦わなかった、わけですから、じゃあ別のね、場所においてちゃんとね、ここで、しっかりその剣を抜いて戦ったことの描写はすごく良かったと思いますね。はい。なんか氷の魔法的なね、ところで、実際にこう行動制限させて、勝利したというところ、そして、霊族の首輪もですね、リーシアがかけたというくだりは、結構個人的にはね、良かったんじゃないかなと、思いましたね。で、このシーンだけでまあ、良かったなとは思えたんですけど、個人的にちょっと気になってたのが、アイーシャが多分剣術のみで戦ってたんですよね。彼女のなんかそのリーシャと戦ってた時よりほどのなんか迫力がなくてですね、で自分これねすごい後から見返してよかったと思ったんですよね。その派手なつばぜり合いというかな、その魔法剣同士のバカバカした戦いが、見れるのかなと思ってはいたんですけど、なんかリーシャが出てくるまでそのお互いに普通に剣術同士でやり合ってて、でこれなんでかなと思うと、今回のその種明かしが分かってから見ると、ソーマは絶対にこうアイーシャにそのバルガスを殺させないように指示してたっぽいですよね。
つまり絶対に殺さない指示のもとにアイシャは戦っていたんだなと。まあバルガスもその辺がこう汲み取っていたからこそ、自分も派手 な技みたいなのを使っていなかったのかもしれませんが、ともあれですね、なんかアイシャはですね多分最後峰打ちになってましたしね、はい、そういうところで戦っていたのかなというふうに思うと、そう今回って、まあ、カーマインとソーマのその計略はうまく噛み合ってたんですけど、このね、バルガスさんだけちょっとかわいそうなんですよね。カーマイン側の動きに乗ってしまったので、でそれはカーマインとの思いもあるし全王に対する思いもあるので、それってちょっと無限にするには忍びないよねっていう部分だったと思うので、ソーマはアイシャにそのように指示していたのかなというふうに、思うと、なんとなくですね腑に落ちる感じですよ。そう、あの派手なバトルを見せればいいというもんではないわけですよね、これ内紛ですから、はい、そういう部分があって自分は良かったなというふうに思いましたが、皆さんどうだったでしょうか。そしてですね、カーマインの意図に関してもですね、良かったなとは思うんですが、まあカーマインのところで、カーマイン含めていいなと思うのがこれなんですよね。ちゃんと側近がいてめっちゃちゃんと意図組んでくれて優秀っていうところの描写、はい、言ったら今回のトルマンもそうじゃないですか、全部分かった上で、ちゃんとね、まあ破れた上には、ね、破れた暁には、完全に従ってですね、まあその通り手足となって動くっていうところの、やっぱりちゃんと意図を組んだ上でその頭が取られた後にですね、他全体のことを考えてね、動けるような側近がいるわけですよね。でこれをしっかりね2人分書いてくれたのがよかって、何が良かったかっていうと、アイシャと対比で見れるわけですよ。で、アイシャじゃないですね、すいません、リーシャですね、若干名前が似てるんで、すいません、たまにごっちゃになっちゃいますね。はい、リーシャと、対比で見れるわけですよ。でリーシャも今回ね、その相馬側につくことをはっきり表明して実際に剣を振るうことができたわけなんですけど、まだまだちょっとね未熟さを感じるわけですよね。その未熟さのなんか最たるものがここですよね。はい、まあなんていうか、まあ彼らは友達だからっていうところでね、その言ったらある程度こうね、あの考慮してもらえるように頑張っているんだと思うんですけどね、この感じがね、ダメだよってね、ソーマにね、言われてしまう流れとかね、すごい良かったんですよね。そう、あのなんとなくその彼氏募集中の女友達をなんかこう同級生の男の子に勧めてる感じみたいな感じになっちゃってるんですよね、このね、あのうまくできてない感じが。でなおね、それを見ている2人の様子がこんな感じですよね、この感じがね、やっぱりその立場的にポンコツな感じで描かれて、しまう部分はあるんですけど、それはそうとして、その他の側近との対比でね、見れるように書いてくれてるところでこのワンシーン差し込んだのは、自分的にも良かったなというふうには思いましたね。はい、まあ、2期できるんやったらこうリーシャーのかっこいいところをねまたより見せてほしいなと思いました、ね、今回ちゃんとね覚悟の通りに剣を振るったのは良、かったと思いましたね。はい、ちょっと話戻りましたが、そんなわけでカーマインの目的っていうところが、はい、まあ王に逆らっている、貴族たちっていうところ、まあ要するにその切り捨てきれなかった、そんな貴族たちをまあ俺と一緒にね、まあ切り落としてしまうというそういうところですね。はい、まあ腐った小麦と言われてたんですけど、よく聞くのは腐ったみかんっていうね、そういうことを聞くと思うんですけど、腐ったみかんを置いておくとどんどんね周りのみかんも腐らせてしまうよっていうイメージが、強かったんですが、こっちの世界では、腐った小麦というんですかね、それとも一般的にあることなのかもしれませんが、そういったところでですね、まあ腐ってですね、なかなかその王の判断では切り捨てることができない、貴族たちをまとめて一網打尽にしてしまおうという流れ、綺麗で良かったと思いますね。でまあ何が綺麗かっていうと、やっぱりどんなに悪事を働いていても、そのいろんなつながりとかがあるからこそですね、かくまうことはできないわけですよ。でそういったところをちゃんと本当に反乱軍としての罪をなすりつけることによってバッサリ切り落とすっていうね、これもなかなかできない、ことだと思うんですが、やりきりました。そして、この貴族たちがなぜここにいるのかっていうところも面白かったですね。財産をちゃんと没収はできていなかったっていうね、
裏隠し財産に関してはですね、どうしようもなかった。そしてこのままだと隠し財産が他の国に流れてしまうから、その要素を切り捨てるんだっていうところまではね、ちょっと想像できなかったですけど、面白かったですね。はい。傭兵を、反乱軍に組みした傭兵を捕まえて人質に取るっていう流れは、なかなか面白かったんですけど、傭兵をやってる文化としてはそういうもんなんですかね。ちょっと僕は傭兵を雇ったことがないんでね、わからないんですけど、また詳しい方は教えていただければと思いますが、このなんか仕組みはすごく面白かったですね。で、そして自分特にね、まあある程度読めた流れではあったんだけど、この傭兵の話が面白かったのと、このね、そのワインを片手に喜んでるそのカーマインさんが可愛く見えちゃったわけですね。はい。これってその禅王からもらったワインだったわけですよ。で、イリーシアの花嫁姿を見るのをすごく楽しみにしていて、ね。でもこれもね、素晴らしい祝杯だとね、新しい王のためにですね、まあ、要するに腐った小麦たちを一網打尽にできるんやったら、これはこの上ないことで喜びだっていうことでね、めっちゃ喜んでるんですけどね、このね、カットがね、ちょっとね、可愛すぎてね、そう。だから、多分かっこよく決めるかどうか、決めれたシーンかどうかっていうと、これは、多分、そのかっこよさで言うと、外してるシーンだと思うんですよ。すいません、苦情は受け付けます。もちろんね。ワイン片手にこの吠えてた部分っていうのはかっこいいっていうところというよりは、なんか可愛く見えてしまう、外してる部分かなと思うんですけど、ね、結果的にその彼はまあ、内紛においては自分のところのなんていうかね、組のたびに攻撃を加えるわけでもなく、ちゃんと投降して、で、他の貴族と一緒にですね、まあ、お縄についたわけですよ。で、その部分の回想シーンをこう聞かされたところで、まあ結構もったいぶっていた回想シーンではあるんですけど、カーマインの目的っていうものが相馬には実際分かっていて、で、その上でのね、行動だったんだよというところをつながってくるところで、可愛くカーマインが見えたことによって、結果的になんかその後でカーマインの意図をですね、別の人から聞いた時のですね、こいつ失うのはもったいないよなっていう気持ちになっちゃうわけですね。なんかもうカーマインのこと好きになっちゃっているので。で、だからこそ、その相馬がそんな人材をね、なんで切り捨てなきゃいけないんだって気持ちになってしまうところ、すごくよくわかるんですよ。だから結果的にうまくハマったのかなというふうには思ったんですけどね。どうなんでしょうか。だから、味方を傷つけずに投降したカーマインだけど、やっぱり自分のできないところも分かってたわけですよ。結局、その恩義や忠義があるから、前の王に問題があったとしても指摘できなかったり改善できなかったわけですよ。で、つながりがあるから、ちょっと回りくどい行動法もしなきゃいけなかったわけですよ。で、外に漏れたらあかんから、バルガスさんに自分の本当の意図を伝えておくこともできなかったわけですよ。だから、結果的にバルガスさんが一番、その煽りを食ったような形にはなるのかなと思うんですが、だからこそ相馬は絶対にバルガスを殺さないように、していたのかなと、思ったりはするわけです。はい。すごく綺麗にね、ピース同士がね、はまり合った部分じゃないかなと思いました。そしてですね、内紛が収まった今ですね、もうあとはですね、アミドニアですよ、ね。ここからは結構やっちゃっていい部分なんですけど、で、まあ言ったら相馬にとって完璧なタイミングでのね、宣戦布告が行われました。ちゃんとね、相手に伝えるというね、相手に見えるようにね、するっていうところで、多分、証人ともなるし、その魔法の使い手としてね、最適であるエクセル工が買われたんでしょうね。はい。言ったら、国内における、宝珠放送でしたっけ？と、同時に、アミドニア側に見せるためのね、宣戦布告としても、成り立ちました。実際、アミドニアがここまで軍を率いて、まあね、もう完全に領域を侵しているわけなので、はい。城壁の前まで来てますからね。はい。そんな感じでね、来ていますので、そういう意味ではですね、もう、何の、言い訳もできない形になっていますので、はい。まあ、アルト村、そう、アルト村は関係ないんですけど、自分、アルト村って、アルト村じゃなくて、アルト村やと思ってて、その、村のことやと思っててね、コメントで指摘していただいたんですけど、はい。紛らわしい名前ですよね。でも、よく考えたら、こんな立派な城壁があって、村とかありえないですね。はい。失礼しました。はい。で、エクセルさんの魔法結構すごかったんですけど、まあ、外部にも映るようにですね、まあ、放送しての宣戦布告。で、ここのね、
動きもめっちゃ良かったんですよ。宣戦布告するんだけど、その急いでアミドニアの勢力が戻ろうとするけど、谷で追撃を受けるとね、いうところです。まあ舞台ね、ジュナさんが率いていたことから、どうなんでしょうね、空軍と海軍とは別の部隊で、なんか海軍の中のその隠密部隊みたいなのが、いるのかもしれませんよね。はい、空軍陸軍は両方相馬と一緒に行っているので、追撃部隊はいるとしたら海軍かそれ以外のね特殊部隊なのかなと思うんですが、まあそのあたりのジュナさんがちゃんと指揮していたところから海軍絡みっぽくは見えますよね。はい、で最後こう顔をバッて見せて、撤退を指揮したところから戦闘はもう終わりよというね、意思の表明にもなりますので、この辺の演出は綺麗でしたね。つまり、指揮官を撃たれたらあかんから、誰が指揮官かわからんように顔を隠しとくんだけど、戦闘解除の合図としてですね、顔を外したということでしょう。はい、この部分良かったと思いますし、で帰り道にね、つまり通常だったらもっとその気をつけながら帰るんだけど、ね、急いで帰らなきゃいけないからこそ、まあそういった警戒をせずに一番近い道を通り、そして、相馬の方、放送のタイミング的にはですね、ちょうど崖を通る時が夜になって、夜襲を受けてしまったというところのね、筋書きめっちゃ綺麗ですよね。はい、そういうわけで、綺麗にですね宣戦布告ができたという、形になります。はい、そしてですね、まあ、総合的に今回の話を見てそうなんですけど、その変な奇策がないんですよ、今回の話の特に面白いところは。何があったかっていうと、こう相馬が事前にその分かっていたこと、見えていたこと、想定していたことの回収をきれいにね、してくれているところで、言ったらある意味こう飛び道具というか変わり種みたいなところは今回全然描かれてなくて、で種明かしの描写として納得いけるように、しているところですよね。はい、これって結構難しいんですよね。小説としてはよくある凄さなんだと思うんですよ。登場人物の視点が変わって、実はこういうことが起きてたとかですね、どうなってるんだっていうところの種明かしが後であるみたいなのはよく小説ではあるんですけど、これアニメとしては結構難しくて、登場人物の視点が変わるとなかなかこう入り込めない部分が、あったりだとか、そのキャラクターに歪みが発生しているとそれが目立ってしまったりするわけですよ。だから、これ戦記ものとしてアニメでちゃんとやってみるのうまいなと思って、なんでかっていうと、これ多分ねこのまま普通に小説のやつをただ行動だけをアニメ化するとアミドニア側がめちゃくちゃ無能っぽく見えちゃうんだと思うんですよ、普通ならね。うん、ただこれってそのアミドニア側が足りてなかったっていうことまではわかるわけですよ。なぜなら、アミドニアなりにですね、それぞれの、考え方を持ってですね、やってるし、そこそこ頭の、回転がいいやつもいるし、そして本質が見えてるやつもいるっていうね部分ですよ。ね、アミドニアのその無謀さっていうのを指摘できる人材はすでにアミドニアにいたんだよっていうところまで、分かるので、なんかそれぞれの国の事情で結果的にその、まあ、御殿に回ってしまったというか、相馬に一本取られてしまった形っていうところの説得力があるわけですよね。なぜなら進軍するまでの会議からちゃんとアミドニア側を書いてるから。でだからこそ今回ですね、こちらの視点で戻ってきた時に、そう、焼け野原じゃなくてね、旗が立ってるっていう、そういう部分ですよ。これが、その、多分戦記物というか、軍記物としての面白さだと思うんですよね。うん。その、少なくともアミドニア側も知恵を絞って行動したことは納得いくし、わかるんですけど、ね、天才がいなかったという意味ではそうなんですが、ここの戻ってきた時に、その、焼け野原を見せたり、ね、燃え上がるマッチを見せるんじゃなくて、旗を見せるっていうかっこよさですよね。うん。その、多分派手な演出とかで燃え上がった方が見た目はいいと思うんだけど、でもまあ原告で見せるべきかっこよさってそこじゃないよね。凄さってそこじゃないよねっていう。もう見渡す限り一面に敵国の旗が並んでるっていうところのかっこよさを見せる部分だよねっていうふうに思いましたね。いや、これはすごく良かった。はい。個人的にすごく盛り上がりましたね。はい。なんていうか、本当にだから前回の、奇策は戦車だけですよね。
はい、あそこだけはどうしてもこうね注意を引きつけて、で後ろ側から入り込むって、それもちゃんと下調べあって、隠し通路を知っていたからっていうところの説明が、入っていましたから、そういう意味でね本当にちゃんとよくやった頃からこその成果なんだけど、でも相手側からしたらですね、一体何が起きてるんだっていうところで、ものすごく驚かされる部分になっていましたので、よかったですね。はい、ここのね焼け野原をね描くだけならね、まあ他のアニメでもいいわけですけどね、ここでこうね旗を並べて、ドンと見せるこのやり方っていうのは、自分はすごく満足感のいく、ところになってきましたね。はい、なんか原告としての面白さかっこよさをねバッチリ見せてくれた、そんな回だったんじゃないかなと、個人的には思いました。はい、まあ、ある意味、まあ言ったらこの霊族の首輪的なものの存在っていうのは、若干そのずるいとはね言えるんですけどね。はい、ただ面白くも思える部分にはなってきますね。はい、実際に何でもありの戦いになった時にその霊族の首輪的なものの存在がないと話進まなかったり何でもありになってしまったりね、しますので、この辺はこういうその便利なアイテムがあることによって話がですね、まあ端的に進むことができる、進めることができるっていうね、自分結構ねいい設定だなとはいうふうには思うんですよね。ナロー系アニメにおいては結構ある部分だと思うんですけど、はい、こういったところのですね、まあ、交渉とか駆け引きとかその時間のかかる部分のカットとかにね、うまく使える、でなおかつですねこれが存在する世界のなんていうかやり取りというか、っていうのめちゃくちゃその分かりやすかったりだとか、そのいろいろ妄想できる部分なんでね、面白いなというふうに思いました。はい、今回のねある意味そのズルアイテムはこれだというふうには思いますけどね。はい、皆さんもですね霊族の首輪っていうものが存在している世界、におけるですねやり取りとか駆け引きとかね交渉とかがどういうふうにあるのかっていうね、考えてみるのは面白いんじゃないかなというふうに思いました。でただこれ自身がそのドラえもんみたいにねポイポイポイとできるものではなさそうな感じの部分もですね、多分結構いろんなデメリットがあることも、一応示唆されていましたので、この辺のねちゃんとしたバランス感覚の取り方、良かったと思うんですよね。今回カルラがですね、最後のねシーンでやっぱり霊族の首輪をこう、まあ、手に当ててですね、思うシーンっていうのをちゃんと入れてくれたわけですよね。はい、カーマインの過去に比べたらってね言っていますので、そういう意味では何でもできる、便利アイテムみたいな感じで霊族の首輪があるわけじゃないところも示されたので、非常にいいバランス感覚だというふうに思いました。はい、そんなわけですね。まあ、今回はまあ個人的にね、このね、カーマインさんにちょっとね、可愛いなと思ってしまったんですけどね、皆さんの感想とか、考察なども教えていただければと思います。はい、やっぱりね、次回も次回でちょっと変わったタイトルになっていますし、はい、結構ね、日本史に当てはめて考えるとこうだよねっていうようなご意見とかですね、あと、前回やったらですね、戦車がない世界観についてとかね、まあ、ワイバーンがいる世界観についてとかですね、いろいろ考察してくれる、方がいらっしゃってですね、いろいろ面白かったですね。はい、こういうのをいろいろ妄想してね考えるのがね楽しい部分だと思いますので、はい、まあもうじきね終わり、が近づいてますね。13話までかな、だと思いますが、最後まで楽しんでいきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回ありましたらよろしくお願いします。失礼します。